この音がうるさい。はい、今日はね、珍しくね、耳ねえけ3人で。耳ねえけってなんかいかない。なんて言ったらいい？うちけ。なんて言ったらいい？何？海け。海け。わからんけど。耳ねえけ。耳ねえと、のんと、とあと3人で。どこに来たん？ダイソー。久々。ダイソー、ダイソー。久々に来たのにダイソーっていうね。週一で来てるし、そうなの？あ、まあ音に連れてきてもらったの。今日はね、ダイソーになんか2人が行きたいそうなんで、ね、昨日もダイソー行った。うせやん、ほんま。何しに来たんけ。今日はだからあれを買いに来たんや。あれをあれするのを買いに来てな。目になんか入った。最悪、昨日の友達のあれをそうするの買いに、うん、というわけでちょっとお買い物の様子をチラチラチラっと撮ってお買い物していきたいと思います。そう、普通に買い物するだけだ。俺はヨガ、違う違う、俺はヨガってきただけ。ヨガってきただけ。ヨガってものしかない。出てきます。ピッ。とは何？あの何やっけ、なんとかピン買っとこうか、すぐなくなるから。タッカール、タッカール、ダッカール、ダッカール買っとこうか。何枚買えたっけ。色で分けようかな。みんなバラバラやんな。君たちナイフ持ってきとうやな。おい、テープやるぞ。なんでやん。ダッカール？あれ？私が前買ったダッカール白買っていける。あ、これこれこれ。白。え？黒と白もう一回買っとく。買ったらでも買っただけのことも思うけどね。私あれやね。うん。のあのさ、うん、パネル作ってもさ、うん、めちゃめちゃ後ろやから見えへん。見えへんけど気持ちの問題でしょそれ。あ、そうやけど。やろ。作るわ。あれ、私の眉毛ちゃんが浮いてないわ今日。じゃファンデーションさ、塗るやつをさ、四角いな。やつこれこれこれ。これ買ってんけど、誠にありがとうございます。ご来店中のお客様にお願い申し上げます。何やっけ、あれにあれにあれ、あれにあれしよったらメリメリにめくれてくんねん。また店内をお一人歩きされている小さなお子様、何やったっけ、あれ、こういうのの方がいいんかな。どうなんやろ、あの何やったっけ、ママのファンデーション何やった、あれ名前。カバーマーク。あ、カバーマーク。そう、カバーマークに入れたらこれがポロ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 ばらけてきてさ、あかんねん。これどうなんやろ。ママのこういうの。これどう？あ、うん。じゃこれこういうの。分かった。これどう？本日もご来店いただき、こっちの方が可愛い。誠にありがとうございます。別に色ついても。別に。当店では使い捨てプラスチックや CO2 削減への取り組みとして。はい、お客様にお渡しするレジ袋を有料で提供とさせていただきます。なんか言うとった、マスク、マイバッグ持参運動、レジ袋削減を通じ探して豊かな環境を未来につなげるため。うわ、なんかあの子好き勝手選びようで見て、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。知らんで、ね、知らんで、ね、知らんで、ね、面から面から面から、うん、ブラックね、めっちゃ多い。日本もいる。ラメ入り、ラメ入り、うん、あとはね、ママはね、にゃんこのね、おもちゃを買いに来たの。ちょっと
うわびっくりしたそうなんかね最近羽が好きみたいで彼女彼ら羽のやつにしようかなと思ってこれなんか色ないのあーもうお腹すいて死ぬ羽がね好きみたい伸縮性猫じゃらしって300円どうしよう迷わない毛も知るからこれと伸縮性、うん、猫釣れるやんキンカラが黒やからキンブレとかないよなキンブレなんかライトペンライトみたいな右から黒やから何を言ってるか分からへん黒のペンライトとかないわ、うん、ないやろな何を言うておる彼女は何を言うておるでさ猫のブラシで柔らかいのがあればいいんだけどえなかった、うん、ちゃんと探したうん困ったねどうしようかねもっと柔らかそうなブラシが欲しいんだけどねないですねこんなもんかないやまだあるね何かいるもんゴム手袋はいちょっとお買い物していきたいと思います、はい、それでは短いですか